長岡義人は中央競馬立東トレーニングセンターの騎手。競馬とは縁のない家庭で育った。2006年のエリザベス女王杯を京都競馬場で観戦した際に、その華やかさに影響を受けて騎手を志す。中学校時代はテニス部に所属しつつ、ライディングクラブグリーンオアシスにて乗馬経験をし、競馬学校へ入学する。 2012年の卒業時はアイルランド大使特別賞を受賞。和歌山県出身であるが、周囲に甘えてきた環境を打破するために、関東所属を希望し、美ホトレーニングセンターの小島茂之級社に所属してデビュー。デビュー時は、長く活躍できるように技術を磨きたい。世界に通用する機手になりたいと抱負を述べた。海外初勝利を挙げたマカオ タイパ競馬場デビュー1年目は99戦に起乗して94回目の起乗で達成した一勝にとどまった。2年目の2013年2月からは減量機種の起用が多い立冬トレーニングセンター滞在を行った。2014年11月7日8日にはマカオのタイパ競馬場に赴きオーストラリア、トルコ、 モーリシャスなど世界14カ国から見習い騎手を招待して行われるマカオ国際見習い騎手招待競争に日本代表として参戦。5競争に起乗し、1着1回、2着1回、5着2回で41ポイントを獲得し2位準優勝。2017年4月の落馬事故で腎臓破裂の重傷を負い、懸命なリハビリを経て5ヶ月後の9月に復帰したが、 ノリアンは激減した。2017年12月1日よりフリーとなる。2019年5月1日より立党2移籍、高橋良久社の所属となった。2020年2月23日、第37回フェブラリーステークスにて、調教に起乗している、ケイティブレイブとのコンビで、g i 級競争初起乗を果たし、単勝16番人気の最低人気であったが2着となる。 また同年の JV2 競争、柏記念でも引き続き同馬に起乗して、単勝5番人気の2着となり、g i 級競争初制覇とはならなかったが2戦、いずれも単勝人気を大きく上回る成績を残した。2020年8月16日に行われた小倉記念で、アールスターに起乗し、重賞初勝利を果たす。目標とする騎手は、エビナ・マサヨシ。 競馬学校卒業時に、エビンナさんのように世界で活躍できる騎手になりたいとしている。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ABCDEFG、立党で飛躍を目指す美穂の2年目ジョキー、長岡義人騎手、前編、競馬ラボ。www.keiba lab.jp。2020年2月14日閲覧。 abc, 甘えない。ガッツマン長岡恵美ナさんが目標。www.sponichi.co.jp。2020年2月14日閲覧。新人騎手が3日デビュー。山頂教師もウイジン競馬ニュース競馬予想の、ウマニティ。サンスポ日本放送公認 SNS。競馬予想のウマニティ。 サンスポ日本放送公認 SNS。2020年2月14日、閲覧。2012年新人騎手デビュー初起場後の、コメント競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2020年2月14日閲覧。長岡義人騎手、マカオの見習い騎手招待競争へ遠征。競馬実況ウェブラジオ日経。 www.radionikkei.jp2020 年8月17日閲覧。マカオミナラい機種招待競争における、長岡義人騎手機種の騎場成績について、競馬実況ウェブラジオ日経。keiba.radionikkei.jp2020、e. 年8月17日閲覧。 マカオ遠征の長岡義人騎手は一生を挙げて2位。予想を TV、サンスポー、コム、2020年8月17日閲覧。長岡義人騎手、フリーに競馬ニュース。netkeiba.com。2020年8月16日閲覧。長岡義人騎手、小畑初成騎手が、所属変更競馬ニュース -netkeiba.com。N e T K e I B news.netkeiba.com 2020年2月14日閲覧長岡義人騎手小畑初成騎手が所属変更競馬実況ウェブラジオ日経 www.radionikkei.jp 2020年2月14日閲覧フェブラリー S ケイティブレイブの暗状は長岡義人騎手に決定 サンスポーズバット、競馬。2020年2月14日閲覧。AB、小倉記念、長岡アールスター人馬もに、重賞発制覇。サンスポーズバット、競馬。2020年8月16日閲覧。FebruaryS2020 年2月23日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年8月16日閲覧。柏記念2020年5月5日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月16日閲覧。長岡義人のプロフィール競馬データベース netkeiba.com。db.sp.netkeiba.com。 2020年2月15日閲覧。3歳未勝利レース結果2012年3月3日。阪神5 r NETKEIBA.COM。2020年2月14日閲覧。3歳、以上500万したレース結果2012年12月9日。中京 8R。NETKEIBA.COM。2020年2月14日閲覧。函館2歳。 ステークスレース結果2015年7月26日、函館 11R、netkeiba.com。2020年2月14日閲覧。f e b u リ a r y S2020 年2月23日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年3月8日閲覧。ありがとうございます。